もこちゃん、ネモです。今回もやってきました 3S コンプリートの道。今回も私新潟県に来ておりまして、前回のお店ではかなりロマンのある内容でしたけども、今回もすごそうな予感。今回訪れるお店はこちらのお店、ハードオフツバメ三条店。こちらのお店はほんと変わったものが多いお店なんです。パッと見何かなと思うこの顔、よく見てみるとなんと PC ケースだったり、ファミコンがすぐできる内蔵テレビが売られていたりと、変わったものが多いお店なので、こちらは 3DS にも期待できそうですね。まだ見ぬ 3DS を求めて早速行ってみましょう。こちらがここの 3DS のコーナー。こちらの並びはジャンルごとに並べられているので、やりたいジャンルの新たな発見につながりそうですね。早速詳しく見ていきたいと思います。まずはロールプレイングのコーナーから見ていきましょう。ロールプレイングといえば私の好きなメダロットが入っていますが、だけど未だに私メダロットガールズミッションをですね、間近で見たことがないんです。それほどあれはレアなゲームなんですね。これは何でしょうか。エクステトラ。裏を見てみると、ん？めっちゃ気になります。これも気になるソフト、新世界樹の迷宮。やはりこちらのシリーズは人気が高い。どれも安い値段ではゲットできません。続いてはマリオのコーナーを見ていきましょう。こちらのコーナーは1列がマリオなんですけども、このマリオパーティー、私まだ持ってないので、これはですね550円買ってもいいのかなって迷ってます。下の段を見てみると知らないソフトがたくさん出てきました。その中でもですね、気になったものをいくつか紹介したいと思います。ジェルペット。裏を見てみるとこれはリズムゲーな予感がしますね。リズムゲーが好きな私にとってはとても気になる一本です。これもたまごっち。夢のたまごっちハウスで暮らそうって書いてますが、もし怠惰な生活をしているとどうなるのか気になります。やってきました青箱チャンス。今回も110円の 3DS を求めてやってきました。こちらの 3DS は2箱あるのでチャンスは2回。1箱目は残念。そして最後のラストチャンス、今回はダメでした。残念。今回はこちらの1本の 3DS を買ってきたわけなんですけども、こちらのエクステトラ、こちらのゲームはダンジョン創作型の RPG になっているんですけども、やってみて私驚きました。こちらの内容が主人公の気質で仲間を覚醒させるというですね、なんともすごい特徴のあるゲームで、あるシーンでは私ちょっとドキドキしちゃいました。これはとても刺激の強いゲームですね。猫。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。今回は
ハードオフ燕三条店で1本の 3DS を購入しまして、残りサンプリまで545本。これからもまだ見ぬ 3DS のソフトをいろんな店舗で探していきますので、よかったらですね、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の 3DS コンプリートの道でお会いしましょう。お相手はネコでした。